はい、コミックゼノンの、漫画を知らない、はい、ジャルジャルが、はい、そのタイトルだけで、はい、多分こういう話でしょう、はい、というのをいきなり即興コントでやります、はい、はいはいはい、急にタイトル言うんで、はい、急に始めてください。はい、わかりました、はい、タイトルはグレンデル。グレンデル、グレンデルですね。始めてください、どうぞ。さあ、つまでくれてんねや。うるせえよ、ボケ野郎。ええ年になって、いつまでくれてんねや。うるせえ、言ったら俺の好きなのに行きさせろ。もうお前45やろ、お前は。うるせえんじゃ。もう70やぞ、お父さん。だからなやねん、つまりそんなことしてんねや。おい、小遣いくれや。つまり小遣いもらうねや。いつまでもや。お前45やろ。それ何くれとんねん、45にもなって。いいやろ、くれても。まっとうに生きろ、まっとうに生きろ。心に響け、まっとうに生きろ。45やぞ、ずっとくれとんねん。そんなありきたりな言葉で構成されるわけないやろ。グレやがって、当たり前やろ。もう一発いっとこう、まっとうに生きろ。心に響くわけないやろ、そんなもん。もう出ていけ、うちから出ていけ。ああ、出てったろな。じゃあな、出ていけ。ほんまにやっと出ていけよった、グレたやつが出ていけよった。ああ、出よった。家を出よったよ。ああ、ブレたやつか。出るもんやな。あの、長年おったんやね。ああ、ほんまにもう、ちっちゃい頃からずっと事故おったんやけど、出るもんやな。ああ、ブレたやつが出るもんや。うん。ああ、ぐれる。な、出るよ。うん。ぐれる。ぐれ出る。ぐれ、出る。ぐれん、出る。ぐれん、出る。グレンデル、グレンデル、なんかしっくりきたぞ、この言葉。叫んでみよう、グレンデル。なに、帰ってきた、帰ってきた。これがほんまのグレンカエルやな。終わったみたいですよ。あー、なるほど。あ、なんかこんなのみたいな、あー、表紙見たらちょっとちゃうかも、うん、グレンデル全然ちゃう、なんやろな。全然ちゃう、ちゃうんか、こんなんですよ。全然ちゃいそうやな。グレてるやつ出てきてないか。おでもグレてるやつこっちもグレてるのかな。みんな髪の毛長いし。髪の毛長いのしゃべんけ、外合わせられへんよ。急になんか出て行ってないか、誰か。誰か出て行ってたらもう当たってるけど、ほとんど。そうやな、出て行ってたらな、はい、多分遅くない。出て行きそう、出て行きそう。出て行きそう。出て行くんちゃうか。お、出て行きそう、出て行きそう、出て行きそう、お、出て行きそう。ああ、ついにか、ついに失敗したか。うわ、ああ、ちょっとちゃ、今まで完璧に当ててきたから、うん、シンクロしてきたから今まで、ついに。うわ、シンが崩れた。倉本さんがカバン背負ってたからちゃいますか。そうや、もうこれ終わって帰る、ちょっと帰る。だから、ね、そんなあるかな。カバン背負われたらもうほんまやな。いや、これ どうなのどうなの。そしたら俺、解説委員と、はい、あ、バーさんに、バーさん、はい、あ、バーサラダさんに、はい、この漫画は、はい、グレンデルという名前の竜の子供を主人公のカメリアが護衛するという、竜の子供を護衛するカメリア、ファンタジーですね。はぁ、あ、そういうことか。でも子供やな、だから竜や、竜やったわけやな。そうです、あのな、くれてたやつは、うん、だからカメリアや、ヤンキーやから結構竜切るもんね。うん、あ、確かに、あ、ほんまや、おてるやん、おてるわ、おてるわ、ファンタジーでしょ。ファンタジーですね、うん、ファンタ飲んでたもん、今ハゲた時。おてる、おてる、おてますね、おてるやん、 G やん、ファンタで、ほんで G、 G、 あ、おてる、おてるやん、お前、おてるやん、うん、
あって、あってね。なんで？あと、カメリアは、敵の痛みを自分のものに感じてしまうという、うん、感じた共感感じたよ、その息子がその45になって辛い思いを感じながらも、こうしてしろって、しっかりしろって言ってた、うん、おでる、おでる、おでる合ってますね。うん、おでる、おでる、おでる、グレンデル、おでる、グレンデル。Conto